伊藤さやかに来てもらいました。はい。オリジナルウフのね、オリジナルメンバー。今2つありますからね。2つってことはないんだけど。それ以上ある。一応一つなんだけど、まあメンバーの初代。はい。二代目、でも君が全然遊んでくれないからじゃん。いや、何ですか遊んでくれない。二代目のウフをスカウトしましたね、はい、今、うん。あの、かわいい。うん。かわいい。ちょっとゲヘゲヘって水木さん。ちょっとそこ、これカットですね。セクハラ発言なんかね、今若いとか言うとね。あ、そう、え、若いがダメなんですか、うん、なんだろうね。そういう年齢とかさ、性別とか、うん、非常に微妙じゃない今。まあ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 確かにね、だから伊藤さやかおいくつになれましたかねとかブーですよブーですよそれは NG ですよし久しぶりですけど、ええ、なんか長らく日本にいなかった。まあ長らくうんまあ1年半くらい長かったそうですか1年半寂しかったですよいやそんな素振りはちともお見受けできなかったですけど、本当にどこにお行きに。はい、ロンドンを拠点に、まあ、ロンドンの。ロンドンに住んでたの。住んでました。かっこいいね。うーん、どうでしょうね。ロンドンって言ってもロンドンの端っこの方なんですよ、うん、あ、でもロンドン市内でしょ。ロンドンじゃなかったところ。あ、京都といえば洛外みたいなそうなんです。あの神外魔境の神外、あ、まあ狐はよく出ましたねマジですか。マジですよ。一応でもロンドンでしょ。何してたんですか、はい、ロンドンで。ロンドンでお勉強してきました。歌のお勉強。歌のお勉強もしましたけど、それがメインじゃなくて、うん、メインはミュージカルの作り方の研究、うん、プロデュース。プロデュースも含まれます。公演を作ったり、うん、公演を作るその過程全部。ああ、そういうのは日本ではあんまり勉強できない、ね、そうなんですよ。なんでちょっとしょうがなくいいです、ね、どうでしたかね。うん、面白かったです、うん、なんかそれをいかに日本に適応させられるか。あー、ローカライズが大変だね、はい、日本へのね、うん、やっぱり諸事情が違うからね。違いますからね。だから助成金の制度も違うし、うん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 、なるほどね、はい、では英語で勉強したの。英語で勉強しましたよ。大変な思いをしましたまあ、あまり突っ込まないでよ、こそこあ、でも1年半だからね、はい、そこそこ。まあでも1年半で上がった分よりは、うん、スピーキングはね、うんうん、その要は演劇画家みたいなとこだったわけですよ、うんうんうん、シアターっていう、うんうん、なんでシェイクスピアとかもやったから、うんうん、それを教える専門の先生から発音指導とかも受けたんです、うん、なんでそれでスピーキングの発音とかはちょっと良くなったところはあるんですけど、うん、でも、うん、伸びたのって大学に願書出すために必要な書類、うん、必要な点数を取るための勉強で一番伸びた気がします、うん、あ、要は何だろう、うん、大学入試みたいなのが、うん、一斉入試がないんですよ、うんうんうん、イギリスは、うん、この学校に入るための、そうそう、学校に入るために英語の試験で何これくらい、うん、IELTS ってやつで何点くらい取ってて、うんうん、その勉強しなきゃいけない。そうなんです。それが大変なんだ。それが大変です。それやったの。やらないとこ逃げ道はないんですよそうなんだ、偉いね。書くのも読むのも話すのも聞くのも全部あるんです、うん、逃げ道ない。まあそうだね、はい、日本のなんかいろいろあるじゃない、試験、英語の試験、うん、英検とか、うん、英検可愛く思いますよ。可愛いぐらいなんだ、はい、でもうアカデミックに専用に作られてるんで、うん、学術用語とか、ね、リーディングの文章がいちいち難しい。あ、難しいんだはい、はあ、難しい単語いっぱい出てくる。難しい単語いっぱい出てきますよ。よくやったね君、はい、よくやりました。なんで未だにちゃんとあの点数取れたのか分かんないですけど、勢いで頑張りました。偉いね。それで1年半して帰ってきた。うん、もう帰ってきて結構経つよね。経ちますね。もうすぐ1年くらい。もう1年くらい、はい、そうです。この1年はどうですかね、日本では。うん、いろいろ活動してる。活動はしました、うん、なんかミュージカル作ってんじゃん。作ってますよ。英国留学の経験を生かして。うん、まあまあ生かしてると思います。おお、まだ見てないんだよねそれ。水木さんは好きかも。そう、俺好きそうな、なんかちょっとなんつうか、アバンギャルドなところ。アバンギャルドに見えるのかな、うん、ちょっとコンテンポラリーな。コンテンポラリーなんですよ、うん、でも
難しいことをしようとか変わったことをしようとはしてなくて、ただミュージカルの作り方を変えようと思って、ミュージカルって今決まってるんですよ、作り方が大抵。まあプロデューサーがいて、脚本家と演出家を選んで、脚本家が脚本を大体作って、で音楽作る人が、まあ大体この人が一番売れてる人なんですけど、音楽作る人がこんな曲とこんな曲を作ってみたんだけどっていうのを言って、で脚本がまたそれに合うように曲のちっちゃいところを直してて、はい、で曲と脚本ができて、それを演出家がキャストを集めて、これ歌練習してこいって言って練習してきたのを演出するんです。うん、そういう風に決まってるの？決まってるんです。それを変えるの？はい、まず脚本ない。それでいけんの？いけましたね、なんとか。大変でしたけど。どうやって数字作るの？ん？脚本ないのに。今回はオリジナルじゃなくて元からある話を使ったんですよ、アンデルセンの人魚姫を使ったんです。なんで大体みんな大筋は知ってる。大体のストーリーは、ただアプローチをやっぱ変えたいので、見方を変えたんです。あれは恋物語として大抵語られるんですけど、恋じゃなくて、あれ原作よく読むと分かるんですけど、実は恋よりも夢の方が割と重点的に語られてるんですよ。あ、そうなの？そうなんです。誰の夢？人魚姫の夢。あ、そうなの？人魚姫何のために人間界行くか分かります？分かる。人間になるためじゃないの？うん、人間になるためなんですよ。なんで人間になりたいか分かります？分かんないです。分かんない。実は人間の魂が欲しいんですよ。あ、魂が？そう、人魚は魂持ってないんですって。あ、そうなんだ。うん、へえ。で、人間の魂に憧れて憧れて、ああいうの欲しいけどどうしたらいいんだろうって、おお、思ってたら目の前におじさまがザブーンって落ちてきて。そこにその人魚の夢っていうか、はい、魂欲しいっていう、そう、野心っていうか夢っていう、そこに焦点を当てたわけ。はい。ああ、で、しかもその夢叶ってないんですよ。ね、ご存知の通り人間姫になっちゃうじゃないですか。そうそう、まあ本当に原作きっちり読むと、最後の最後まで読むと、まあ、必ずしも 100% 悲劇ではないんですけど、まあ、でも結果としてはその人間の魂欲しいっていうのは叶ってない、敗れた夢の話なんです。珍しくないですか？まあ、そこでも原作きっちり読んだことないもんね。あ、そう、意外に私も知らなかったんですけど、ね、子供の頃に絵本でちょっと読んだだけだもんね。そうなんですよ、あのちょっとアニメみたいな絵のついた絵本で、なんか子供心になんかエロいなこれって。エロ、どの辺がエロいんですか？どうして？あ、人魚姫の姿が、そうそう、貝のなんかこう貝のあれですね、胸当てしててさ、で下半身がなんかないじゃない、あれ人間的には。魚じゃないですか？魚だけど、あれエロさはないですよね、魚は。いや、エロさないんだけど、あれ演じるとしたらこう、なんかこう吐くわけでしょ。いや、それもちょっととりあえず尻尾つけるのはやめましょうって、今回うちコンテンポラリーなんで。あ、そういうことやめたの？はい、そういう説明的なことやめた。そうそう、やめようって。で、曲はどうしたのよ、それは。曲も後から作るんですよ。で、やりながら作るの？やりながら作るんです。すげえな。はい、その制作現場を見たよ。結構面白いかもしれない、水木さんには。あ、そう、へえ。全員向き、なんだろう、なんだろう、誰もが楽しめるミュージカルではないかもしれない。でも俺楽しみそうだね、それ。水木さんが好きだと思います、だから。いいね。なんかそういう即興そう、即興の要素も多いんですよ。で、脚本作らないから、要は役者さんにこういうシーンなんですけど、あなたはこの役で、あなたはこの役で、ちょっとやってみてくださいって言って、面白いのができたら、はい、で、それ採用って言って、で、それをだんだんそれを洗練させていって、まあ最終的には全部一本の本にしたんですけど。今度まだやるでしょ？やります。いつだっけ？3月の16、17、あのね、俺ちょうどその時ドイツ行ってるんでしたっけ？裏切り者をちょうど16、17日かな、ドイツでピアノ弾いてるんですよ、私。残念。いいですね。残念。でももう一回やってほしいな。あ、でもその稽古現場みたい。なあ、遊びに来ますか？行く行く、絶対行く。そうだ、こういう変なことやってるんで、やっぱり集まってくる人たちも変わった人が多いです。そうなんだ。はい、見たいな。うん、あ、そういうことやってんだ今。はい、まあ今日はね、ウフとして、はい、だいぶ話しとれちゃいましたね。まあまあいいですよ。でもいい、あ、そんなことやってるのちょっと若干 50% ぐらい戸惑いが今ありますけどね。え、どういう戸惑いですか？いやいや、なんかね、やっぱり1年半、2年半、
2年半、うん、ね、3年近く会ってないのは、はい、そうか、そういうふうになっちゃったんだっていう、そういうふうになっちゃったっていう、いや、いいんですよ、別に悪い意味じゃなくて、はい、あ、そういうふうに人っていうのはいろいろこう成長したりね、成長しましたね、変化したりするよねっていう、昔水木さんからなんか、うん、ね、現代美術とかコンテンポラリーの舞台とかダンスの話を聞くと、うん、って感じになっちゃいましたからねこっちから入ってこっちに抜けてる感じでしたから、そうかそうか、まあいいじゃないですか、少しお話ができるようになった、いや、ちょっと近い土俵に来ましたよ、うん、でもまあ今日はあの一応ウフとして、ね、はい、あのよく知られているというか、まあ、昔ながらのメロディーということで、うん、いや、これね、私、うん、アイルランドの民謡ですって美月さんに言ったんですけど、うん、嘘だった、はい、真っ赤な嘘でしたでもよく知られたメロディーには知らない、よく知られてますけど、誰が作ったの、はい、ほんの10年ぐらい前、そんな新しいの？そうです。シークレットガーデンって知りません？いや、知らない。ノルウェーとアイルランドのチームで作って、映画？演やとも同じジャンルですけど、映画みたいな、うん、シークレットガーデンっていう、何、絶対聞いたことあります、何曲か、うん、まあ、いわゆるその昔ニューエイジ系って言われたようなはいはい、はい、ちょっと民謡とか、10年ってもうちょっと前じゃないの、そのもんか、うん、確か10年ぐらい前の、うん、あ、いや、もっと前かも、1995年のユーロビジョン、あの辺流行ったんだよ、あのね、ユーロトラッドとかね、うん、あの辺とケルトの音楽とか、その頃かな、うん、で作られたんだね、そう、1995年にそのユーロビジョンそのコンテストで優勝して、でそこからたくさん曲をバカバカ発表して、バカバカヒットしたんですけど、うん、そうか、はい、うん、You Desireアップミーミーアップ違ったっけ、you、 あ、違う違う、デザイン入ってないですね、デザインじゃない、レイズです、あ、ね、You raise me up、 はい、あの、私をアゲアゲにしてくれるみたいな、アゲアゲ、アゲアゲ、うん、励ましてくれるみたいな、はい、こう、あ、いや、でもまあ持ち上げてくれる、まあアゲアゲ、ま、うん私をこう、こう、あ、こう気持ちをこう高揚させてくれる、気持ちも、なんだろう、うん、いや、もう多分いろんな意味で高めてくれる、私を高めてくれる、うん、あなたはって、あ、そう、あなたがいなければ、あ、私があなたのおかげで私がいろいろこうね、そういう歌、はい、まあ新しい感じするよね、確かに歌詞はね、え、いや、なんか歌詞もすごいシンプルな英語で書かれてて、うん、で文字数も入ってる文字数も少ないんですよ、あ、そうなんだ、今の、うん、今っていうかここ20年ぐらいの曲ってすごい文字数が突っ込まれてるじゃないですか、まあラップとかね、そう、まあラップラッパーは特殊なジャンルですけど、でもラップに近い感じになりつつある、すべての曲が、そう、うん、でもあれはすごいゆったり、まあいい曲ですね、うん、でもすごくケルティッシュな感じっていうか、まあアイルランドの人入ってますからね、チームにね、うんうん、そういう、あ、イギリス、イングランドとかケルトとかアイルランドとか、あの辺のイングランド匂いがします、そうですね、イングランドとケルティッシュにしようとまた怒られちゃうんです、うん、違うの危ないんだ、危ない、まあね、でもなんとなく日本人にもこう親しみが湧くようなメロディーだよね、うん、しっくりきますよね、そうそうそう、まあ新しいか古いかは別として、うん、あのいい曲、いい曲です、曲は久しぶりに、うん、ただね、ちょっと曲を知ろうと思って、うん、YouTube で見たのね、ね、いろんな人歌ってますよ、いろんな人が歌ってますよ、うん、みんな同じ歌い方してんだよ歌い方私これ見ると微妙に違うけど、そう、アレンジか、アレンジ似てますよね全部これ同じアレンジだって、誰かのアレンジ使ってんのっていう感じだったんだけど、まあ、多分元のアレンジに近づけてる、元のアレンジって言わないのか、元の雰囲気に近づけてるの、うん、まあ大きく崩せないんですけど、あの曲は、うん、でもちょっとウフなりにね、はい、少しね、雰囲気変えてみますね、変えてみたりちょっと工夫をしたりしてみたので、うん、はい、もしよかったらこれの後にあの音楽も聴いてください、話から聞く人いるんですかね、この後にね、これ YouTube の後にこうリンクを表示されるから、はい、そこクリックすると出てきます、え、でもこれただ美月さんと私がダラダラ喋ってるだけじゃないですか、うん、何ニーズがあるんですかねいや聞いてみたいと思うんじゃないの世の中にはそんな素晴らしい方もいらっしゃいますかね、うん、その逆もあり得るよね、あ、まあその逆の方がまた、まあ、曲からこっちに来た人もいる、うんうん、お楽しみいただけたらまあまあ、ウフはね、一応別に2つ2チームあるわけじゃなくて一応1つあるんで、はい、またやりましょう、はい、あとなんか1つあったよね、やろうって言ったの、
あ、サリーガーデンもやりたいなって。あ、そう、うん、サリーガーデン、はい、どの曲？こっちは本当に民謡かな、うん、あ、でもちょっとドキドキしてきたちょっと調べたことないまあそういうのとかね、いいですね、はい、あ、せっかくイギリス留学してたし、イギリス方面の歌をいくつかやるつもりで、うん、でも日本人がやるからこそ面白いようにしたいなって。そうだね、ちゃんとやろうとしたら絶対叶わないんですもん、向こうの人に。あ、そうだ、ビートルズなんかどうですか、日本人風に。お手もやんみたいに。お手もやんがどんな感じか分かんないですけどレッド・イット・ビーをなんかあの三味線みたいに面白そうじゃないですかまあまあ、なんかあのね、ウフらしくちょっと、うん、はい、ちょっとアレンジして、うん、やってみたいですね、はい、ということで、うん、あのイギリスはそう、音楽の宝庫だよね。宝庫ですよ。私気づかなかったんですけど、ね、好きなバンドはほとんどイギリスでした。確かにそうだ、うん、みんなそうだ。今流行りのほらクイーンとかさ、あ、そうか、今ボヘミアン・ラプソディって、ね、映画すごい流行ってるけど、うん、ローリング・ストーンズとかさ、ビートルズとか全部、うん、考えてみたら全部イギリスじゃない、すごいねということで、この後もウフとしてまた新しい曲をやっていきたいと思います、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。